バーグマンセンターは、ハーバード大学にある研究センターであり、サイバースペースの研究に注力している。ハーバードロースクールに設立された同センターは、従来、インターネット関連の法的論点に注力してきた。2008年5月15日、同センターは、ハーバード大学全体の教員間イニシアティブに、昇格した。同センターは、バーグマン一族にちなんで命名された。 彼らは通信会社アソシエーテッドグループによって設立された。以来、ハーバードロースクール内の小さなプロジェクトからハーバード大学における主要な横断的センターへと成長した。バーグマンセンターはどのようにインターネット関連の技術開発が社会的な文脈において触発されてきたか。と、逆にそのような技術の利用はどのように社会に影響を与えているか。 を解明しようとしている。センターは、この研究からの教訓を、インターネット関連法の設計に生かすために使い、インターネット自体の開発の先駆者となることを、思考している。バーグマンセンターは、インターネット関連のイベントや会議を共賛し、多くの訪問講師や研究フェローを招いている。センターのメンバーは、教え、本や科学的な文献を書き、 RSS2.0 フィードを伴ったブログを書き、ポッドキャストを行う。そのニュースレター、ザ・フィルターはウェブ上にあり、電子メールによって入手可能である。センターは、ハーバード大学の教員、学生やバークマンセンター関係者のブログコミュニティを運営している。バークマンセンターの教員とスタッフは、主要な政策の重要論点についてのレビューも行ってきた。2008年、 ジョン・ポール・フリーは、インターネット・セーフティテクニカル・タスク・ホースと呼ばれる子供の安全オンラインのレビューを率先した。2009年、ヨチャイ・ベンクラーは、アメリカ合衆国のブロードバンド政策のレビューを率先した。2010年、リース・ガッサーは、ポール・フリーや他の者と共に、インターネットの透明性、説明責任、公的参加に注力しているガバナンス組織、 ICANN のレビューを率先した。バーグマンセンターの主要研究トピックは、ティーンとメディア、監視、プライバシー、デジタルアート、インターネットガバナンス、クラウドコンピューティング、インターネット検閲である。バーグマンセンターは、インターネットについてのイベント、プレゼンテーション、会議をサポートしており、アイディアを共有するために科学者を招待している。ありがとうございます。